演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。また業務スーパーでいろいろ買ってきたのでそれを食べたいと思います。こちらチキンのトマト煮、こちらはちまきで、ここにあるのが大学芋です。これだけ3つした商品なんですけどね、まあ、業務スーパーのプライベート商品ばかりではないということでいいでしょう、というよりそういうふうにしてください。では早速こちらのチキンのトマト煮、以前お肉いっぱい食べたんですけどそれの仲間かなを食べたいと思います。トマトの香味、トマトの香りがすごいですね。もう香りだけで甘酸っぱくなりそうです。ではいただきまーす。どうぞ。ではいただきます。はい、やらかしました。食べるのに夢中で見せるのを忘れる大失態。トマトの酸味は美味しい。鶏肉もほろほろ。はい、続きましてはちまき。551蓬莱で食べて以来ですね。どんな感じなんだろう。うわ、具材たっぷり美味しそう。ではいただきます。はい、立て続けにやらかしました。今回も見せ忘れ。もっと食べるときも画像を注意しないと。はい、はい、最後は大学芋。うわ、飴色が鮮やかで綺麗ですね。これは美味しそうな。なんかホームスーパーの大学芋ってずっと目が出たんですけど、あんまりレビューしてる人いないんですよね。違うのか、やっぱりプライベートブランドとメーカーさんだと。まあいいか。ではいただきます。最後はきっちり見えてますね。まあ最後ですからね。そして先ほど噛んだことでさらに端の上塗りをするというまたやらかしを。本当やらかし癖は何とかしないと。最初に食べたこのチキンのトマト煮はお肉の骨まで噛み砕けるぐらい柔らかなお肉で、噛んだ瞬間にトマトの酸味と鶏肉の旨味が口の中にふわっと広がってきてとっても美味しかったです。ああ、さすがこれだけボリュームある鶏肉をここまで煮込めるなんてすごいですね。骨まで食べられるっていうのはゴミも出なくて本当嬉しかったので、でもね、こちらの点数とさせていただきます。で、続きましてこちらの豚ちまき、これは、自分は今回茹でたんですけど、この袋に書いてあるちょっと自分のやり方が悪かったのかもしれませんが、ちょっともっちり感が足りなくて水っぽくなってしまっているのが残念でしたね。旨味はしっかりともち米の中に浸透していたのですが、もうちょっともち米ということで弾力が欲しかったです。このようなちょっと固めのお粥を食べているようなそんな感じになってしまいましたね。まあ本当にやり方が悪かったのかもしれないということもありますので、こちらの点数とさせていただきます。そして最後に食べたこの大学芋、なんかもう大学芋自体久しぶりに食べたんですけど、口の中にカリッカリッとした音とともに甘さがふわっと広がってきて、じゃあさつまいものホクホクした食感もあってとっても美味しかったです。自然解凍と電子レンジがあって、今回は自分は電子レンジでやったんですけど、でも完全に温まってはなかったんですよね。ただそれが逆にちょっと冷たい部分でまた違った味変があって、冷たい部分は冷たい部分で甘さがあり、温かい部分は温かい部分で甘さが味わいがあって、どちらも美味しかったです。自然解凍でも食べてみたいです。というわけでこの大学芋もこちらの点数とさせていただきます。業務スーパーの冷凍食品やっぱり美味しいですね。まだ何かおすすめがありましたら教えてください。食べてみたいと思います。新年の私の目標を信じるや、いや自分が信じなきゃダメですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。えんえんパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。